い、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は信長の野望小生6パープキットの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、西は播磨姫路城、東は信濃深志城を攻めたというところをお届けできたと思います。で、信長の野望小生6パープキットのクリア条件いくつか、過去お話をさせていただいたこともあったかなと思うんですけども、一応信長が本能寺に倒れた、そのイベントが起きるところをもってクリアにしていこうかなというふうに当初考えてはいたんですが、その条件、本能寺の変を起こすための条件、そのイベントを起こすための条件がいくつか用意されているんですけども、そのうちの一つ、まずはですね、明智光秀とその家老斎藤利光を八神城に入れておく必要があるということで、丹波八神城はすでにダッシュしてあるんですけども、肝心の光秀、あと斎藤利光が同盟国である浅井家に仕えているという状況で、その明智光秀と斎藤利光を家臣に加えるのが少し難しい状況になっています。で、浅井長政との同盟を強制的に破棄してですね、滅ぼして光秀と利光を配下に加えようということもちょっと試みては見たんですけども、浅井長政同盟を一方的に破棄するとですね、家臣がこぞって謀反を起こすということで、ある意味本能寺の変がすぐ起きてしまうので、少しそのやり方はうまいやり方ではないかなというふうに思っています。で、浅井の方から同盟を破棄するように、工作を仕掛けたとしても結果は同じでした。やはり謀反が起きるという中、少し光秀と利光を家臣に加えるっていう本能寺の変のイベントを起こすための条件の一つを満たすのが少し難しくなってきています。で、もう一つ難しくなってきているイベントを起こすための条件がですね、姫路城に秀吉と黒田官兵衛を加えるという条件があるんですが、秀吉はもちろん配下にいるんですが、黒田官兵衛が未だ配下に加えられていないという状況で、いくつかある条件のうち今お話した2つを満たすのが少し難しくなってきているので、クリア条件の方はですね、信長が本能寺の変で、倒れた時の最大勢力、最大版図である西は備中、播磨から備中にかけてというところと、東は信濃海、ここまで抑えたらクリアにさせていただきたいと思っています。で、今回はもうその最後の最後、海、つつじヶ崎館を攻めていきたいと思います。すでにですね、深志城を攻めた部隊が信濃近辺に展開している状況ですので、このまま一気にまずはつつじヶ崎館を攻めてみたいと思っています。で、ただ肝心のつつじヶ崎館はですね、兵4万1600と、城の防御度も700ある、さらに群馬に関しては2万3000と、かなり強力な陣容が未だなお健在中の武田家なので、少しね時間がかかるんじゃないかなというふうに思います。では早速プレイの方を続けていきましょう。で、この後はですね、信長の野望に関しては今プレイ中の戦国立志伝、小早川秀秋の方はちょっと厳しい状況になりつつあるんですが、引き続きプレイを。で、過去の信長の野望を全部やろう企画に関しては、この小勢力が終わった後は烈風伝、の方に入っていきたいなというふうに思ってますので、引き続き信長の野望シリーズをお楽しみにしていただいている方は、応援の方をしていただければ嬉しいなというふうに思っています。で、軍勢的にはですね、深志城からは信長、まずこれを出していきましょう。で、ちょっと前回分かったこととしては、鉄砲隊強いんですけど、鉄砲隊に関しては信長だけで十分かなという感じもあるので、まずは信長を出していきましょう。で、さらに秀吉も出していきます。
で、秀長も出していっちゃいましょう。まあ、ここで留め置く理由もないですからね。で、不可市場に関してはこの後武将を移動させていきましょう。岐阜はね、一旦荒れましたからね。で、武将が割と多くいるところで言うと、安土とかも出払っちゃったかな。信雄が入ってますが、信雄しか入ってないか。そうすると武将がそれなりにいるところって実はあんまりないんですよね。みんな仕事中かな。なので唯一2人いる郡山から溝口を深しに移動させちゃいましょう。これでいいかな。みんなね、おのおの頑張ってくれてはいるので、あと岡山城を攻めるかどうかですね。まあ並行してつつじヶ崎館海進行作戦は継続するんですが、裏上の岡山城を一応攻めておきますか。まあ、なんといってもね、武田家のつつじヶ崎館は軍勢の数が4万を超えているっていう時点で、まあ、相当苦戦が予想されるので、少しね、皆さんにお付き合いいただく時間がなお長くなるんじゃないかなと思うので、まあ、その間に岡山を攻められるのであれば並行して、まあ、委任ではあるんですけどね、攻めてもらいましょうという感じです。で、今家康はどこに入っているかというと、岡崎に入ってるんだな、きっと。そしたら援軍の要請をしましょう。ここはマックスまで与えちゃいましょう。お金はね、家康様のお力をお借りすべく織田家名代として参上。よし、これで城攻めの際に援軍を出してくれるということで、まあ、早速この後ね、早々に辻ヶ崎館攻めが始まりますからね。なんか急に BGM が止まっちゃいましたけど、特に不具合は出てなさそうなので、このまま進めていきましょう。で、官兵衛がね、まあおそらくなんですが浦上家に今いるんじゃないかなと思うんで、ちょっとこの後官兵衛がどこにいるかも見ておきましょうか。まあ光秀と土清水、明智光秀と、ごめんなさいね、ちょっと滑舌悪くなっちゃいましたけど、あと斎藤利三を配下に加えるのが難しいので本能寺の変は起こせないかなと思うんですが、黒田官兵衛はね、配下に入れられるのであれば入れたいですよね。で、利長が配下に加わりましたという状況ですね。
裏紙には別所長治、宇喜多忠家あたりはいるんですが、官兵衛はちょっといないな。官兵衛は赤松にいるのかな。ちょっと武将を見ましょう。おお、官兵衛はここですね。浅野長政、稲葉一徹、この辺りはもともと織田家中だったんですが、奪われてしまったところですね。あとは、黒田官兵衛、森田兵、宇喜多直家なんかもいますよね。この辺りはかなり強力だな。相当強いかなって感じはしますけどね。ではもうちょっとうまいこと深市城に取り付いていきたいところなんですが、赤松家はさっき見ていただいた通り、武将の質量ともにかなり充実してる感じはしますね。武田義信出てきたか。いやいやいや、この辺りはなかなか武田の本体が出てくると苦戦しそうな感じですね。城に取り付くまでに少し時間がかかるかなっていうね。じゃあちょっと側面から攻撃しましょう。でさらに側面攻撃ですね。いや強いな、さすがに強いわ。利家を出してもきっと強いんだろうな。いやー強いね。いやー強い、義信さすがに強い。しかも本陣をちゃんと下げてくるあたりさすがだな。ここは利家の部隊が、壊滅したとしても義信自体をすり減らせることを目的にしたと割り切るしかないな。まさかここまで強いとは思わなかったな。さすがだな。
城に取り付くのすらなかなか大変な感じですね。さあ、トシだ。まあ、ここはやっぱり厳しいかな。トシエ一矢報いることもできずに壊滅の予感がするけど、いやー壊滅だな、味方は。味方か。てか、武田勢、本当に強いな、あれ見る限り。お、清正が入ってきましたね。ただそれにしても武田の陣容なお強しですね。4万以上の軍勢をなお動員できるってなるとね、強力ですね本当に。ちょっと武将の数をもうちょっと増やしていかないと対抗できないかな。さっきだけでもだいぶボコられましたからね。チスカ隊はただかなり士気だけは高いな。なんとかね、諏訪頼忠隊だけでも壊滅させておきたいけど。よし、全員を2人とも混乱に陥れたんで、2部隊かな、混乱に陥れたんで、まあなんとか一矢報いることはできたかな。さあこれで敵の前衛、まあ後衛かな、厳密に。ただこっからだよね、一気に壊滅させられたな一部隊が。まあ敵の本陣だけを目指して突き進みましょうか。お、山田軍強いね。
まあ、信忠と信繁、能力値的にはほぼほぼ互角な感じはありますが、信繁は本陣を下げたな。で、信忠の方は逆に本陣を前に出さざるを得なくなってる。厳しいね。これで信忠の本陣が壊滅しますね。しょうがない、正面から信豊を打ち払いましょう。まずは鉄砲で。さらに弓か。ここ鉄砲でもよかったな。まあ今更だな。まあ、城に取り付くのが少し難しい状況になってきてるね。夏か正家ですね。採用していきましょう。もうちょっとね、武将の数集めたいところなんで。まあ、ここ最近で言うと、福島正則、加藤清正、あと今見ていただいた夏塚正家に、前田利長とかね、武将は少しずつ増えてきてはいるものの、城の数に比べるとやっぱりまだ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 足りないぞっていうね状況ですからね。いやー本当に強いね。まあ、側面攻撃だとやっぱり多少減りは早いね。あとは敵の本陣を壊滅させられれば一つ前に進める。穴山だな。穴山隊もなんとか始末したいけど。信君はただ戦闘力は45か、かなり低めに設定されてる感じがしますね。こうやって見ると。さあ本陣は下げられないはずだ。ここは多少の犠牲を払ってても一気に敵の本陣を狙いに行きましょう。よし、秀長隊が。信君を捕らえてくれたけど、登用できないんだったら斬首だな。従えないものは斬首。さあ鉄砲、敵の本陣に打ちかけていきましょう。まあ、やっぱり鉄砲は強いわ。
で雨が降ってると鉄砲の威力はまあ落ちますけどね。まあここは問題なくって感じかな。あとはこの信長に対して敵がどんくらい仕掛けてくるかですね。まあ普通に考えたら信長を始末しようとしてくると思うので、ここは秀長か、まあ、秀長に関してはここは壊滅させられる可能性が高いな。横を突かれた上にすでに前衛にまで押し出されちゃってるからな。まあしょうがないですね。少しでも削っておきましょうと。おっと、秀長が武田家に登用されるか。ちょっともったいないな。まあ、ただ信長によってだいぶ武田の戦力も削ったは削ったんで。ちなみに今富山城を攻めるように松倉城の設定がなってたけど、他の城は大丈夫なんだよね。小谷になってるし、小谷じゃなくてここはつつじヶ崎館でお願いしよう。なんでだろうね。ちょっとここは岡崎城になってるし、どういうこと。ちょっと念のため整理しときますか。少しなんか設定が怪しい雰囲気が漂ってるな。ここは大丈夫だね。さあさあ、これで大丈夫かな。そしたら刑事含めいくつか部隊が出てきてくれているので、あとはあれだな、一応城をぐるりと囲んで守りに入ってきてる感じがありますね。敵方はさあ秀吉だ。ここはこちらの方が一応格上といえば格上なんで、兵力的には劣っていますが、まあなんとか始末していきましょうか。よし、これで敵の本陣を前面に押し出させたんで一気に蹴りをつけましょう。これで朝比奈隊は壊滅させたので、いよいよ貼り付けられるかな。ちょっとまだまだ敵の部隊数を削っておきたい、兵士数を削っておきたいところですけどね。徳川とも浅井とも同盟が一旦切れた感じにはなってるな。そしたら徳川とは同盟をもう一度結んで、浅井とはここは開戦に踏み切りましょうか。まあもちろんこの
のツツジヶ崎館の攻略が一段落したらというところにはなりますけどね。では死者ユニットを出しましょう。正則か、まああんまり期待できる働きはしてくれなそうだけど、まあいいでしょう。となると今後のもっとまだ同盟、そうだよね、徳川との同盟はまだまだ続くよね。いやそう思うんだ。そうだよね。ちなみに浅井とは支配しろは4で武将は29か。いや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 、なかなかだな。全然まだまだって感じだよね。なんで織田に攻めになっていたのかちょっとわからないけどね、これに関してはもはや。しょうがないな、ちょっと動きづらいけどここは正面から攻撃仕掛けるしかないね。まあ正攻法で前衛部隊から始末していきますか。あとは武田があとどれくらい残ってるかだね。おお来るねー、岡部隊さすがだな。ただここは前衛の足軽がだいぶ削られたけど一撃のもとに潰しましたね。でここだ、慶喜が強いんだよね。話にならないほどに強い。まあ、削られるだけ削っとく。背後取られたか、厳しいね。ふう、信長が背後取られたか。これで壊滅させられなかったか、惜しかったね。だいぶ削られたな、もったいないけど、まあしょうがない。いやー鉄砲隊強いけど雨降ったりするとやっぱり鉄砲隊のね強さが活かせないですよね、今みたいな形で。あの辺はなんかだいぶ伸長してきてるイメージあるけど、
浅井のね、ちょっと勢力的なところを見ときますか。浅井は今本拠地は、ああ、ここは久政が入ってるんだな。まあ、大名としては、浅井ですよね。同盟99ヶ月。まあ、ここはね、婚姻同盟中ですから、ちなみに、家康との同盟はどうなってんだろう。家康との同盟も、なんかその無期限的な81ヶ月か、有期ではあるものの、まあ、切れることはほぼないかなっていう感じですね。いや、さすがに強いね、慶喜。さらに正幸も残ってるのか、まだまだ。ただ、敵の兵は、当初4万1600マックスいたのか、1万5000まで減らしてるので、まあ、確実に、まあ、消耗はさせているといえば消耗はさせているはずなので、このまま、ちょいちょい削っていきましょうか。刑事と正幸は刑事の勝ちか。いやー、さすが前田刑事強いね。前田刑事が信長並みの兵をね、率いてくれるとすごくやりやすいですけどね。で、何々、逆に武田はこっちの不可視を狙ってくる気配。これはそしたら一度秀吉を不可視に戻しましょう。さ、ちょっとね、時間が長くなってきたんですが、もう少しだけプレイの方はね、させていただきたいと思います。蝦夷の方もだいぶ動きが変わってきた。おっと、ここでついに本体同士の決戦だな。わあ、強いね。さすがに強いわ。強い。マジで強いな。鉄砲が生きるかどうかだな。だは、やられるな。信長がやられるぞ、これは。どうだ。よし。ただ、さすがにここはどうすることもできないか。お、信長が捕まって解放されるってマジ奇跡だ。普通だったら大名を捕まえたらもう殺しますけどね。いや、危なかった。今の一発逆転でゲーム終了になるとこでしたね。いや、本当に危なかったな。冗談抜けてね。さあ、ここは確実に敵を
打ち払っておきましょう。まあ、敵の前衛がピヨってる間に確実に始末していきましょう。後衛からね、弓を持って。お、ここでようやく敵の方も回復してきたな。ここは正面からぶつかりますか。痛みを安なおかな、切っちゃいましょう。辻ヶ崎館2500か、まあ、出てる部隊がいるので、まあ、単純にね2500っていうわけではないですが、まあ、でもそれでもだいぶ数は減らしてきているはずですね。はい、というところで、時間が少し長くなってきましたので、今回はここまでにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。